え、なにこれ？いや、そうだよ。これは、やばいね。え、いいよ、こっち。そんな景色とかしてた今、お前。そんな目に入ってなかった今。いや、入ってたけど、ごめんだけど、こっちの方が。いやいや、まあそうだけどさ。ね、そうだけど。あ、やだね。はい、やだって。あー、やだって、ほら。もう動画なんなくなっちゃうから、はい、もう、はい。待って、撮ってる時に反応して、そういうデジモンじゃんとか。ねえ。もう僕撤退しないと動画撮れないから。ガシュウ。うん。夏いでしょ？は？ごと買ったの。そうだよ、ごと買ったんだよ。すげえ。何、メルカリ？違う。それは内緒。すごい。すごいじゃん。うん。なんか入れてよ。いや、回せよ。え？ああ。もう誰か回してたんだ、じゃあ。すごい。いや、お金入れていいよ、そこにあるでしょ。家の中に入れてあげてよ、せめて。うわ、昔のやつやね、相当。いや、でも相当でも、まあまあまあ、でも相当かな。この、まあ、分かる、この、これ、うん、これあの、ガシャポンの歴史で言うと、今何代目か分かんないけど、2個前かな、これ、多分これ3個前かな、2、3代前。これで、うん、もっと古く見えるわ。まあでも2000年ぐらいだよ、だから古いっちゃ古いよ、もう。何、やっぱガシャポンの方が回したいの？あ、カード出すよりも。え、どっち、どっち派なの？いや、カード出す、狭すぎて。ああ、お前荷物があるもんな。あ、まあそっからやって、明日やる。これ何、下の方やる？これ、あ、これもデジモンか。あ、デジモンだよ。ガッシュの100円、うん、いや、うわ、夏い。いや、やっぱその反応よね。夏い。今の子は知ってるのかしら。今、まあ、あるっちゃあるけどね、バトスピとかでね。今なんかさ、わかる、うん、こういう式じゃない？ちょっと違うよね。なんかさ、100円玉並べて、こういう。ああ、それはステッカーとかね。ああ、うん、すごい、すごいでしょ。何がすごいって、帯付きがすごいね。うん、中見る？高そう。ちょっと中見して。鍵そこを刺して、じゃあ。うわー、すごい。見たことあるよ、これ、うん、店員さんがやってるやつ。やばい、全然わかんない、うん、なんかさ、取り出せるっけ？本当はね、それパコンって外せるんだよ。こういけるっけ？うん、これがね、あ、こうやって外せて、この、これが重しになってて、へぇー、どんどん下に下がって出てくるって。なるほどね、うん、すげえ。高そう。いや、でも値段は安いよ。あ、そう。このカード出すの筐体、カードセットでいくらだと思う？え、10万ぐらい。あ、そんなか。2万5000だよ。あ、え、これ？うん、すごい。まあ約3万ぐらいだったかな。どっか店が潰れたんかな。めっちゃ安いでしょ。めっちゃ安いね。え、それだったらめっちゃ良くない？これはね、夢だわ、わかる。に、その値段でだったら大人になったら買っちゃうよね。あ、これは夢です。だから全然ね、みんな反応が悪いのよ、これに対して。やっぱ思い出が何もないから。え、これここに入ってくのね。うん、お金は違うよ、そこの下で。ここに入ってくの。ああ、そこに、ここに入って、うん、ここね。そう。うわぁ、すげぇ、この鍵ってさ、うん、行くと違うのかな。いや、俺もそう思ったんだよね。だから本当にね、そう、やっぱ同じこと考えるよね。これ、いや、これさえあれば。そう、どっかの店行ってあげてさ、あれしちゃうよなとか思っちゃうけど、ダメよね。まあ、ダメよ、犯罪。シンプルな。でも、思っちゃうよね。でも絶対違うと思うけどね、さすがに。やっぱ違う。そんなことはしないと思うよ。だって世に溢れてるわけじゃん、一応その。まあね、マスターキーみたいになっちゃった。うん。うわー、懐かしいよ。やっぱそのカリカリやばくない？これな、これは。いや、俺もね、実はね、それ中のカード全部見てなくてね、レアが入ってるとか何か分かんないんだよ。これレアっぽくない？なんで？だって。曲がってるもん。いや、全部曲がってるよ。嘘、昔のカードだから全部曲がってるよ。あ、光ってるじゃん。ほら、あ、めっちゃ光ってる。ほら、いいよ、見ても。だいたいね、曲がってんだよ。え、逆側に入ってる。何？バルバロスソルドン。
な、誰誰ガッシュ知ってるけど誰かわかんない。技じゃない、うん、技だと思うけど、誰の技、ウマゴンじゃないもんね。アース第7の術。アースか、アースのやつか。いや本当に全部曲がってる。曲がってるよ、やればいいじゃん。ほら、あ、曲がってんね。うん、全部曲がってるよ、大体。じゃあこれも当たりだ。いや、カード確か2枚か3枚に1回か2枚に1回だよ、レアが入ってるのは。あ、それも変えてないの。変えてないっていうか多分そのまんまで入ってるわ。俺ガッシュのカードだってめっちゃ昔これやってたもん、小学校の時。いや200円じゃなかったけどね、100円だったよね、うん、いやこれは設定でこうなってるだけだから設定も変えれる、うん、設定で変えれる。多分次レアじゃないかな。違う、いや、その最後に入ってなかったら違う。違う。じゃ あ, じゃあ確かにそうだね、3回に1回ぐらいだよね。うん、3回だよ、ね、お金落ちた。3回か4回に1回でやるんだよね、カード出すわ。そうか、どうかな、違う。でも分かった、あ、まだかさ、なんかさ、ま、名前だけレアみたいなやつあるくらい。そうだっけ、一番のレアなんだっけ名前、これ入ってあるよ。ウルトラ、あ、え、ウルトラレアだっけ。ウルトラレア、あ、そうか、これちょっと前のだからか。あのなんとかレアが封入ってのはこれの後だな、確か。新しくなった、もっとなんかすごいやつ、うん、ギガレアじゃなかった、なんだかな、ない、光ってない。あ、じゃあ違うのかな。じゃあ何なんだろう、わかんねえや。もうお金なくなっちゃった。出すよお金なくなっちゃった、うん、ほら出すよ、お金はいくらでも。毎回落とすやん、はい、それがないと落ちちゃうから。いいでしょう、ね、このカリカリ家で何回も味わえるのめっちゃくない。これはね、個人的によ、うん、ガッシュもすごい夏い、うん、だがしかしよ、うん、何、デジモン、本命はデジモンだろう。デジモンでもそれ多分新しいやつだよ多分。あれ、それ200円じゃない、300円かな設定。ちょっとそんなちゃん店員さん呼んで、ずれてるから。これ詐欺だよ。あ、300円、高っ。1枚500円。うわー夏あ、でも昔のだね、エテモン、ほらもう俺デジモン4回ぐらい見てるよ、4週ぐらい見てるよ。やば、うわうわ、熱いなこの感じ。めっちゃ集めたけど1回も戦ったことない、うん、いや俺もそうよ、それ、ね、俺もそ う, もうめっちゃ家にあるけど戦ったことない。コレクターなんだよね、うん、ただの。うわ熱い、はい、早い早い、もう回すのがもうレアあるかな。うわ、あ、でも結構新しいの、ほらキュービーもお前好きだって。あ、大好き、そうそう俺大好き。あ、デュークモンじゃん。デュークモンすごい、これは持ってるよやっぱ。いいね、でももっとレアなのやつあるよね、それ数レアぐらいじゃない多分。あー、カプセルが数レアかな、わかんない、何レアかわかんないけど。でもその、あれ裏面のあれ書いてあるでしょ、うん、うん、あ、それ書いてないあれのやつだわ。書いてあるやつあるけど、書いてないやつだよ。設定変えないと高いな。いや、高いよ。これマックス300円かな、設定。あ、そうだったっけ。あ、400円だったかな。いいじゃん、こんなの家にあったらさ、うん、もう子供のさ、なんか誕生日プレゼントじゃないけどさ、うん、的ななんかサプライズカードこれでやろう。ああ、金出したんだよね、サイバードラマ。ガチャガチャの方いっぱい入ってるかな。いや夏メガ、でも新しいね、確かに。うん、そう、だから復刻みたいな感じ。キャラが新しい。何歳ならわかんだろうこの感動は。いや、やっぱ俺らもう30手前、30手前、うん、これそのお金の落ちる感じと、あとさ
これ今まだその現象が起きてないけどさ、カード出すギリギリになってくるじゃん、回してくるとさ、カード出せるギリギリ系ね、店員さんレベルね、うん、そう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 、曲げんなよお前、それ貴重だからな、もうカードだけは貴重だけど、あ、貴重じゃないけど、その帯と帯が貴重だよ。まあ、どこにでもね、カード出すのゴミ箱のとこ探せば帯はあるけど、その白いリーフが大事だからね、それもう、あ、これ？あ、そう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 、絶対ないやつだからそれは。大体大人になるともう開けません。ここの場では。まあ、300円もしないけどね。300円もしないけど、もうこういう状態ですよ。あ、そう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 。大人は積んでいくんだよね。もう。はい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 。いや楽しそうだなお前マジで。はいはいはい、え、遊戯王のカード出すもやってたっしょ、昔。遊戯王もやってたよ。それこそ遊戯王なんて、あのさ、今裏茶色じゃん、うん、じゃない、紫バージョンのやつで、多分さ、ね、カード出す限定だったよ、うん、カード出す限定じゃなくて、会社が違うのよ、あれ。あれ、バンダイのやつ、そう。バンダイ今、コナミのやつだから。バンダイのやつだからさ、カード出すしかなくなかった。あ、そう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 。からもう、あれはもうひたすらあれ。デーモンの召喚がめっちゃ怖いやつね。そうそうそう、シンプルの、骸骨のやつ。うんうん、開けないの？何？回しただけ？もう。ちょ、いや、分かる。今ではできないけど、昔はこれクソ邪魔だったから、ね。引きちぎり系。そう？俺は引きちぎんなかったけど、絶対。嫌だった。でもさ、俺ら多分カード出すやった最後、バトスピーよ。まあそうだね。バトスピーかな、やっぱいっぱい回したのは。まあ俺は動画では回してたりはするけど。マルハンな？マルハンじゃないか。マルハンじゃないよ。あれよ。中央公園の。近くの八尾浜、え、違う、なんだ、あー、あったね、あの辺よ。うわ、まあいいや、これはいいよ、うん、よかった、そういう反応が見たかった、そういう人誰もいなかったから、てかまあ家族しか見せてないんだけど、いないだろうこれは、うん、だからほんとちょうどいいタイミングでお前が来るって言ってくれてよかったよ。いつこれ、いやまだ先週の話よ、まだ、あ、結構じゃあ、うん、まあタイムリーだよこれ、全然ホットな話題だもん今これ。いや、わかるこの感じ、うん、よかったよかった、本当にもう帯付きなんてあともう札束ぐらいしかないからね。あ、宣伝じゃない、そのシャツもしかして。あ、そうそう、宣伝に、こんな動画でそれ宣伝でしょ、それ。そうそう、私の今いるところの T シャツでございます、これは。ちゃんと見して、そんなお金抜かなくていいから、パクろうとしなくていいからお金。これは後でね、はい、証拠にしですね。証拠にし、おしゃれですね、はい、こういうのは何？戦隊賞でなんかデザインしてあれなの？いや、これはただ単にもう頼んだだけよ、外中に。あ、そうなの、ね、データ送ってポンって、うん、よし、はい、ということで中に入りましょうね。はい、はい、何これ追い張りボタンだよ、知らない？いや、こんな軽い声？追い出しをします。はい。違うのよ、玄関に貼るもんじゃないのよ。いや、まだあるけど気づかないの。ああ。これは必要だね。ないもん。ない。これない。全然聞こえないけどね、それじゃ。